第2代ストラスクライド男爵トマス・ダンロップ・ドゥ・ロイド・ブリッキ・ー・ガルブレースはイギリスの政治家・貴族。1980年代から2013年の政界引退まで貴族院保守党において指導的立場にあった。1960年2月22日、トマス・ガロウェイ・ダンロップ・ガルブレースとその妻、シモーネの長男として生まれる。父は、 初代ストラスクライド男爵トマスダンロップガルブレースの長男だったが爵位を継承する前の1982年に死去した。1985年7月12日に祖父が死去したことにより第二代ストラスクライド男爵位を継承。貴族院議員に列した。貴族院に入ってすぐにマーガレット・サッチャー首相に抜擢されて貴族院予当幹事となり、 貴族院のフロントベンチに座るようになった。1994年から保守党が下野する1997年まで貴族院与党院内幹事長、名誉体験新査隊長を務めた。1995年には数密顧問官に列する。1999年の貴族院改革で、接種貴族の議席が92議席に限定された際にも選び残された。 2010年からのデイビッド・キャメロン政権では、貴族院院内総務及び、ランカスター公領大臣に就任した。しかし彼は、保険中立ち人の仕事もしており、民間人としての生活を始めたいとして、2013年1月に辞職して、政界を退いた。1985年7月12日の祖父、トマス・ガルブレイスの死去により、以下の借位を継承。 1992年6月27日にジェーン・ J. スキナーと結婚。彼女との間に以下の三子を設けている。ありがとうございます。